皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。こんにちは。スポーツキャリアプロデューサーの全福まなぎです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよもうワールドカップが近づいてきたところでして。はい。先日発表されましたね、まメンしたバね、ーが。はい。まあ、ちょっと、世間は思ったよりも出会ってない感じもしなくもないんですけど。やや。確かに。で、これで言ったらワールドカップの、まあね、メンバー発表の時に私いつも結構思ってるのが、結構やっぱりマスコミがどうしてもその、戦線校で落ちた人をすごい注目した報道するの結構続いてると。ああ、確かに。今回であれ確ば、かに。ね、大迫選手が落ちたっていうのはすごい騒がれていて、で、これって、まあ私の予想というか多分そうだと思うんですよ。その源流は本当に一番最初のワールドカップの、日本が出たところがあると思っていて、それが1998年のフランスワールドカップで、その時岡田監督が、まあまあ有名なやつで、三浦和代選手と北選手とか外した時に、まあ、すごい大騒ぎになって、まあ、確かに正直言うとあれは結構ね、衝撃で、私も、まあ正直言えばね、23人って言っても選んでも、全員出るわけじゃないんで、そう思うとやっぱり数、がレギュラーじゃないとしてもね、やっぱりどう考えてもチームの、ね、精神的な支柱だったかはわかんないですけど、なんかその、ね、中心選手だったのは間違いなかったんで、あれって多分外したのが、ちょっとどうだったのかって思ってはいて。確かに。なんか衝撃、なんか日本全体的にちょっと衝撃が走ってた感がね、なんかありましたもんね、やっぱり。しかも、まあ、ね、ある意味初めてのワールドカップで、こんな、まあ、しかも数とかね、まあ、有名なドーハの悲劇でね、94年ギリギリ出れなくて、いよいよ出れるっていうところだったのに、あれは大騒ぎしたのは、まあちょっとわからないではないんですけど。でもおそらくあれでマスコミは、落選っていうのはすごい話題、ニュース性があるなっていう、多分思ったんじゃないかなってところが、ああ、良くない意味で味を占めてしまったからっていうことで、このライン上の選手が入るか入らないかっていうないことかみにたいな注の目が、しちゃうっていうか。今ちょろっと言ったんですけど、まあ実際のところはね、その当落線上にいるってことは、まあ基本はレギュラーではないはずなので、ちょっと言い方あれですけどね、まあその選手が入ったかどうかで、ね、日本の勝敗が変わるほどの影響っていうのは本来的にはあんまりないはずだと思うんですよね。まあ、もちろんそのムードメーカー的なものとかね、そこら辺はあるんで、全然ないとは言わないんですけども、そのやっぱりね、レギュラーに入るような選手、ではない。まあ、少なくともそのチームとの関係で言うとレギュラーに入らない。もちろんね、代表に入るなんて実力はあるんですけども、そのチームにとってはとりあえずはレギュラーじゃないっていう状態なのに、その人ばっかもなんか取り上げられちゃうっていう。しかもまあ、それがちょっと選手にとっちゃ酷すぎるだろうっていうところがですね。で、それで、98年の次は2002年の日韓ワールドカップの時には、中村俊輔選手が一応外れて、で、それも、まあ確かに10番、確か当時、背負ったりしてて、ね、フリーキックも点取ったりしてたんで、まあ、話題性はあるんですけども、ただもうそれも多分当時のトルシエ監督のチーム構想的にはね、まあ真ん中に中田選手もいて、ね、左も小野選手もいるし、もうメンバー的には多分レギュラーには入るような感じじゃなかったので、まあ、ね、選ぶ方法としてはあり得るなっていう話なのに、もうすごい大騒ぎをしてしまってたなと思ってて、それはずっとついてるのなんかちょっとなんか私的には、ない。まあいいことなのか悪いことなのか どうなのかなってちょっと思ってますね。なんかあれですよね。できればそのメディアの役割としては、やっぱりその報道して多くの人に情報的な影響を与えることができるって考えたら、なんかその、まあ、惜しくもね、代表に入れるレベルで、今回の大会には選ばれなかったっていうところを選手を取り上げるよりも、入った選手で、どうワールドカップを戦い抜いてくれるかっていうことに対しての、それこそ、なんかいろんな解説者の方から、その人たちの視点で、こうじゃないか、ああじゃないか、みたいな予測をしてもらうような記事とか、なんかそれぞれの選手にフィーチャーした、ね、こういう戦い方の時にこの選手が要になるよね、みたいなところを、なんかそういう取り上げ方をちょっとしてほしいなって、やっぱ思いますよね、なんか。
その方がみんなサッカーに限らず、まあ、そういう代表戦とか、ワールドカップとかっていうのがあったときに、あ、そうなんだっていう、その盛り上がりの方に対しての注目をして、そこに対してのこうディスカッションが生まれていくっていうかね、それが結果応援の声につながっていくのかなと思うけど、やっそうぱ、ですね。まあ、今だと YouTube だとね、結構そういうなんか、そういう番組とかってあるんですけど、まだ、テレビであんまりなんかね、この選手に注目みたいなのって、まあちょっと視聴率が取れないのかもしれないですけどね、あんまりやってるイメージないですもんね、今。新聞でもあるのかな、そんなに。でも、新聞も、近づけば多少そういうのもね、メディアによってあるかもしれないですけど、なんか、なんだろうな、本当に、こう、日本の代表としてね、背負って戦ってくれることに対しての、なんか、メディアのリスペクトも欲しいなって、ちょっと思っちゃったりもするかな。なんか、話題性と、で、しかも、勝てない勝てないみたいな、例えば表現をすっごいしてたのに、ちょっとこう、盛り上がってくると、もう前からすごい応援してました感を煽る感じの報道とかもあったりするから、森保監督のね、今回のワールドカップへ向けての予選の時も相当そういう感じでね、報道の仕方自体も割と、最初、もういけないんじゃないかっていう風が強くなってた時なんかは、まあまあすごかったですもんね。あ、そうですね。本当あんまり、まあしかもどうしてもなんか、特にネットとかも含めると、そのね、何か叩いたりとか、なんかマイナスなイメージを発信する方が、なんか話題性ってやっぱ集めやすいらしいんですよね。ああいう、まあね、そうですね。クリックされるリストとかもなんか、やっぱり絶対そっちの方が高くなるらしくて。それが、ね、それ別に YouTuber がやるのはね、まあそれはいいのかなとは。まあいいかどうかって、まあ個人の自由ですけどね。結構、そこ、ね、マスコミは結構それでね、テレビ局なんてある意味それで電波をね、自分たち使える立場にいるわけなんで、ここはちょっと考えてやってほしいなと思いますね。なんか、ニュースとか報道って考えると、必要な正しい情報を届けるってことの役割も大事だけど、なんか、その、不用意になんかそういうふうに、煽るような、煽りたいとか、数字のために、そういったなんだったの、ネガティブな要素の報道を増やしている感じっていうのが、客観的に見れば見るほど、なんかわかるけど、メディアの人はそこになんか数字を追いかけた結果、そういうなんか報道になってるみたいなところが目がいかないのかなってちょっと不思議に思ったりもしますもんね。なんかどうあるべきかっていうところとか、スポーツが本当に最終的にね、その選手たちが頑張って戦い抜いたことに対してって、やっぱり見ている人たちからすると、勝ってほしい期待の中でですけど、でも負けてもやっぱりすごい一生懸命戦ってくれたことがなんかやっぱ印象に残るとしたら、なんかそこをなんかもっといい形で盛り上げてくれたら、ね、その影響力があるからこそ、なんかそういったところを伝えてくれると、もっとスポーツの魅力が、スポーツをあんまり見ない人にも伝わりやすくなるのになって、毎回思いますよね。なんかこういう報道があるたび。どうなる？で、昔からそうなのか、イメージはなんか最近なんか寄り添う傾向が強くなった。強い感じがしますね。なんかだから、それこそ本当にさっきの話で言えば、例えばサッカーの分野で言えば、そのカズ選手のことの衝撃っていうのは大きかったから、カズ選手と北澤選手の時。ああいうことで、あ、こっち側でっていう、なんかちょっと味を占めた感というのがちょっと感じられるのが気になるし。なんかもう、正直、誰が落ちようが何とかそれをニュースにしてやろうっていう。私はそんな感じですよね、もはや、おそらく。そうなんですよね。なんか、みんなギリギリで選手の皆さん戦ってるから、なんか、誰が入っても誰が落ちてもおかしくないっていう状況の中でやってるはずだから、なんか、そこだけに注目しないでほしいなって
思いますけどね。なんかサッカーそのものの話題にならないみたいなところが。であれば、とことんなんか人物のそのドキュメンタリー要素に近いことを追ってくれたりとかすればいいのにって思っちゃいますけど。まあなんか新聞とか、まあ雑誌と新聞って役割違うけど、なんか新聞もちょっとそういう雑誌とかの週刊誌っぽいなんか役割の方に寄っちゃってる感じが気になるなっていうか。だから。読んで言うと、そう、確かに、あと負けた場合だってね、本当は別に、負けたから全てがダメになったって話じゃないんでね、本当はね。だけそうなんど、ですよね。毎回ワールドカップの後って、ね、決勝トーナメント行った時はもう結構帰ってきてから、結構、まあね、選手がいろんな番組出まくってこうやってみたいなのがあるのに、ウーブリーグ負けた時は本当に終わった瞬間なんかもう 何もなかったからね、下手したら なってます。日常に戻ってます感をね。いやー、戦い抜いてますよっていうところで言ったらね、なんか、健闘を称えてあげてほしいなって思いますよね、やっぱり。他の人ができないことをやってきてくれてるっていう意味では。それ、しかも別に負けたりね、いい結果じゃないとしても、まあそれを見てね、なんかそういい影響を受けてるって本当はいっぱいありますよね。そうそう。まあ選手がで言っても、やっぱ有名なのはその、ね、遠藤保仁選手が、もともとあれなんですね、ドイツ、まあもともとあれじゃないですか、ワールドカップユースで、いわゆるその選手とか、稲本宝選手とかのある意味ゴールデンエイジでずっと入ってて、2006年のドイツワールドカップの時は、ジーコのジャパンの時だったんですけど、ゴールキーパー除いた、そういう、いわゆるフィールドプレイヤーの中で、1人だけ1試合も出れなかったんですよね、3試合。本当に、大野選手も巻き返りでしたけど、まあ、そこの一番活躍すべき時に、と言われてた時に出れなくて、でも、ある意味そこで、まあね、わかんないですけど、多分まあ、それも一つのきっかけになって、そこからさらに頑張って、2010年の、南アフリカの時にある意味もう、同じ世代では多分、遠藤選手ぐらいだけだったのかな、もうレギュラー。結局他の選手は、池野選手とか稲本選手とか、高田選手はもう結構もう、選ばれなくなっていて、一方で遠藤選手だけ選ばれて、フリーキックも点取って、頑張ってって、多分、その時の思いがそれ絶対あると思うんですけど、まあなんか最後そう、うまく上がってきた頃にはみんなそうやってニュースにするんですけど、その時苦労したのとかって、まああんまり、美談にしにくいから、まあ、ストーリー性が作りにくいんですかね。からか。あれ。それだってすごい大変。それは苦悩でしたよね。その一人だけ出れないっていうのはきっと。でもやっぱりそれをなんかこう、バネに今もね、出場し続けているっていうふうに考えていったら、もう本当にすごいものをね、残してくれてるから、なんかそういうところまでこう、追えるような、こう、ちょっと俯瞰で見ている視点ってやっぱり欲しいなっていうのが思いますね、常に。で、今回もね、例えば怪我で選ばれてたけど、今回怪我でね、入れ替わった選手とかもいるから、やっぱその無念さを今後生かしていく人もいれば、その怪我することを期待はしていない選手がもちろんだけど、まあ、そういうことによって、なんかアクシデントによって選ばれたメンバーの人っていうのも、まあ自分のチャンスとしては、本当全力で頑張ってほしいなと思うし、なんかその辺の、なんか、ちゃんと選手たちが純粋に、スポーツを通してこう頑張ってるっていうことに対しての、まあ、評価だったり報道っていうのをもうちょっと増やしてほしいなと思いますよね。なんか、そうすることを増やしていくと、もうちょっとなんかいろんな、なんだろう、ギスギスした感じとか、例えば SNS のね、割と個人でこう、なんかそういうふうに、ギスギスしたね、投稿って、なんか最近ちょっとやっぱ増えがちですけど、なんかそういうのも、スポーツだからこそ、こう、それをこう緩和して、なんかどんどんいい方に持っていけるっていう可能性もあるから、なんかその辺ちょっと、頑張ってほしいなって。期待したいですね。期待できないかもしれないけど。選手には期待してるんですけどね。あ、そうですね。そう。本来は、ね、
結果が全てではないですからね、スそポーツ。う、そうですね。結果が全てだったら、それで優勝は正直できないと思うんで、で、ある程度のところだったら良かったとかって話でも、本来はないはずでね。どっちに出ようが、なんかそれなりのものをみんなに、まあ、なんかいい影響を与えたりとかっていうのはね、あるんでね。まあ、それもありますよ。だから、なんか、勝ったらこんな注目されるのに、負けると注目されるってなっちゃうと、ね、いわゆるより勝利至上主義的な発想には、なっちゃいますね。やっぱり勝たなきゃダメなんだなってなるんですけど。本当は、まあもちろん勝たなきゃダメな、ね、場面もあったりとか、いろいろあるとは思うんですけどね。本当は、いろいろあってもいいなと思う。そうですね。総じて考えたら、結局スポーツは、ゲームだから、なんか勝っても負けても、なんかそれぞれのね、心だったり、こう、なんか記憶に残ることって絶対あるはずだから、結果をもとにこう、ね、盛り上がる人たちもいれば、やっぱりその一人一人の選手の、こう、なんか、生き様みたいなところに、すごく注目する人もいるし、なんかその、成り上がっていく感じのね、ストーリーに興味を持つ人もいるっていうふうにして、なんかスポーツへの関わり方とか関心の、要素がやっぱりいろんな人にいろんな影響ってあるから、まあ、そういうとこもうちょっとバランスよく 世間に伝わるといいのなと思いますよね。ぜひ、このカタールではたくさんのドラマが生まれて、れば。そちらをメディアの方に報道してもらえるように期待したいですね。ですね。あ、楽しみなんで。はい。行きましょう、それを。はい。はい。今日はこのところで。はい。選手の皆さんには頑張ってもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。